全部僕がやりました。17歳の少年が起こした祖父母殺害事件、全てを狂わせたのは舐めるようにしてずっと育ててきたの。 私があいつをどう育てても親の勝手じゃないですか。学校行きたいんだけど。お金ないよ。あれは俺の子だな。母さんと離れて暮らすこともできるんだよ。罪を犯してまで少年が守りたかったものとは。絶対無理。一人じゃ生きていけないですよ、母さん。 マザー、この真相を受け止められるか。